こんにちは、チョムです。ゲームを盛り上げる課題6分の4からやっていきます。前回の続きですね。廊下、魔法道具の部屋にやってきました。来てくれてありがとうペニー。ありがとうペニー。何をするのかわからないけど早く始めたいな。あなたのクイディッチの呪文スキルを素早く上げられるように手伝ってほしいってチョメに頼まれたの。というわけで虚言薬を作るわよ。虚言薬？それ前に飲んだことがあるよ。とりあえずわけのわからないことを口走るって魔法薬だ。そう、それが虚言薬よ。口を開くとバカげたことばかりが出てくるの。面白そうだけど、それを飲むことが本当に実況の訓練になるのか。実況室ではいつでも洒落たことを言えるように集中してなきゃいけないんだ。チェイサーが稲妻みたいなスピードで飛んでるのにバカげたことを口走ってる暇なんてないんだよ。大丈夫、あなたの舌が回りやすいようにちょっと飲むだけよ。間髪入れずにどんどん言葉が出てくるようになると思うわ。なるほど、ものすごいスピードで実況する感覚をそれで捕まえるようになるってことだな。その通りよ。発音練習の一種だと思ってもらえればいいと思うわ、マーフィー。それからこれは訓練だから飲むってことを忘れないでくれ。試合前に虚言薬を飲むのは絶対ダメだ。わかってるよコーチ。よし、僕の実況スキルを上げるのにぴったりな訓練だな。それじゃあ虚言薬を作り始めよう。私も早口でやった方がいいのかな。3時間星国で合格。虚言薬を飲む。虚言薬を飲む前にそのラスを唱えたらどうなるかな。大鍋がグツグツ言ってるけど、これはブツブツ変なことを言う魔法薬が。カナコソウの声だと花ハッカを入れて。マーヒーはちょっとだけ飲むのがいいかもな。すごく赤い。アコナイトの葉っぱに気をつけて。すごく毒性が強いの。時々虚言液を飲んだのかって思える先生がいないか。外もなんか賑やかになってきましたね。この壁が言葉を話せたらいいなっていうか。大鍋がグツグツ。じゃあこれね、どんどんやっておきます。マーヒーもタップしとこう。発音練習はずっと前に始めた。バカげたことを言うプロといえばラスだよな。はい、コインをゲットします。飲んだらわけのわからないバカげたことを言うようになるわ。心の準備はいい？うん、いい。よくない？いい、よくない。どういうこと？何ですって？ごめん、ドキドキしてちょっと空回った。やる気があるのはすごく伝わってきたけど、ユーモアのセンスにはちょっと欠けたな、マーフィー。さあ飲むぞ。私が読み間違えたかと思った。みんなで飲むの？おかしくなっちゃうよ。なんか赤い瓶はどこで用意したの？めっちゃ綺麗なグラスだね。スネープ先生にバレるぞ。うまくいった。うまくいったかどうかってどうやってわかるんだ？うまく、うまガバオ。クイディッチ、クイディッチのクワッフル。クイディッチ、クワッフル。クラ、ケブラ、ブラブラブラ。ベラベラベラ、バババババビビン。なんかわけわかんないよ。これは難しい実況が。ジョリ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 、理想だ。効力が切れてきたわね。あ、よかった、早く。うん、また普通の言葉を話せるようになった。さあマフィ、これが虚言薬の効力よ。気分はどう？下の体操をしたって感じで、いつもより早口で話せるような気がする。僕の声は今までずっとアズガバンに閉じ込められてて、今ようやく解放されたって、そんな気持ちだ。よかったわ、チョメの計画はうまくいったってことね。うん、そうだな。ぶっ飛んでるけど効果的な訓練を思いついてくれたゲームズコーチに感謝だ。訓練したそばから進歩が見られるなんて素晴らしいわね。ああ、だけど君はどう思うんだコーチ。僕の訓練はいい具合に進んでいるのか。いや、今のところね、いや、特に、あ、右選択したかった。うん、すごくいい具合に進んでいるよ、マーフィー。君は訓練をすごいスピードでこなしていってるから、この調子ならもうすぐ実況室に戻ることができるよ。それはよかった。実況室に戻りたくてうずうずしてるんだ。そうだろうな。だけど、まだ次の訓練はどうするか決められてないんだ。僕も何がいいのかわからないよ。だけど君ならまたいいのを思いついてくれるだろうな、コーチ。次の訓練はどうするか、魔法薬を作る要領で考えたらどうかしら。今のところこれだけの材料が入ってる。次はどの材料が必要かって考えるの。なるほどな、ペニー。今までやった訓練を考えて、あとはどの訓練が欠けているのかを考えればいいと思うわ。まずはクイディッチの歴史を学ぶんだ。その後、増幅呪文を習って虚言薬で下の体操をした。うん、声を大きくすることができるようになったから、あと磨くべきなのは視覚だ。次は周りで起こっていることを何も見落とさないようにする訓練をしよう。そうすれば君の訓練は完了だ。やった。どんな訓練がぴったりなのかもう考えてあるよ。ピクシー妖精の群れを用意しないといけないだろうけどな。あー、そこで逃がすのか。闇の魔術の教室かな。じゃあ実況の練習をする。ピクシー妖精を集められたよ。魔法生物放置まで来てくれ。バーナビーがいました。
魔法生物放置だってこの訓練さらに面白いことになりそうだな。確かに面白くなると思うけど、ちゃんと集中してくれよマーフィー。難しい訓練なんだから。分かってるよゲームズコーチ。難しいからバーナビーにも手助けを頼んだんだ。僕の友達で魔法生物飼育学が得意なんだ。チョメの言った通りだよ。生物は僕の得意分野の一つなんだ。だから生物関連で友達の力になれるって聞いたとき、あまりの嬉しさにバフスキン並みに飛び跳ねたよ。手伝ってくれるなんてありがたいよバーナビー。得意分野の一つってことは他にも得意なことがあるんだよな。そっちについてもぜひ聞かせてもらいたいよ。それはまたの機会に。例えば決闘だな。ホグワーツで僕にかなうやつなんていないんだ。あのさ、ちゃんと集中しないと。ああそうだ、集中も僕が得意とする。今ケンタウルスがいなかったか。ケンタウルス、いいや、いないと思うけど。本当に言い切れるのか。しまった。うん、 76.7% 言い切れる。いや 83.2% 言い切れるよ。それじゃあ言い切れない確率は 16.8。 適当に言ってんのかな。まあ 100% 言い切れるならここで訓練する必要がそもそもないよ。周りで起こっていることを見落とさないように訓練しに来たんだろう。ああそうだったなコーチ。それで何をすればいいんだ。まずはピクシー妖精の実況をするぞ。ワーナビーがピクシー妖精の群れを解き放ってくれるから。その複雑な飛行パターンやいたずらじみた行動を目で追いながら周りで見てる人が盛り上がるような実況をするんだ。チョメ、そんなの全然難しくないぞ。だけどピッチで飛び交うクイディッチ選手の動きを追う訓練としてはこれが一番かまうな。うん、しっかり目を凝らして集中するんだぞ。3時間星5個で合格。ピクシー妖精の実況。この魔法のマイルストーンがね、今日までなんですよね。まあ、いつ実況してるかわかんないけど、これをちょっと購入してやろうと思います。エネルギー125も手に入りました。皆さん交換をお忘れなく。めっちゃ飛んでるね、綺麗に。さあやっていくよ。無視する？ピクシー妖精のクイディ氏があってもいいよな。ちゃんと数おるかな。タップしづらいけどね。こんなにもたくさんいるなんて。ただなんか綺麗だよね、色がついてるし。こいつは何か企んでいるそうです。チョメも動きやすい格好にした。髪の毛も坊主にした。混沌と化してるけど気を散らさずに頑張るんだ。どのピクシー妖精をタップしたか忘れてしまうな。あ、ピクシー妖精がいる。あそこにも青いものがすごい勢いで別の青いの横を通過しました。あまりの至近距離にびっくりしました。お、ちゃんと実況してる。耳に気をつけろ。これができればマーフィーはすぐに本番に臨める。次はだから本番でやるみたいな感じかな。森から飛び出していく確率は 98.3%。 ピクシー妖精フォーメーション完璧な仕上がりです。ちゃんとフォーメーションとかあるんだね。ただ3時間星5個で合格なんだけど、なんか早い感じがするよな。ただカエルチョコレートのボーナスは未だにもらえてないです。それもちょっと実況したいんだけどね。今回ももらえなかったけどコインをゲットします。よくやったなマーフィー。ピクシー妖精が目の前でやっていることを明確に伝えながらジョークを交える得ることも忘れなかった。ありがとうコーチ。ピクシー妖精が飛んでるのを実況するなんて一日中やってられる気がしたよ。ピクシー妖精がどっかに飛んでいかないように僕という助っ人がいてよかったな。こいつらが逃げないようにするには意外と難しいんだぞ。まあ難しいって最初から思ってたなら意外なことはないかもしれないけど、君がいてくれてよかったよバーナビー。さてピクシー妖精の実況はこれで終わりだ。ということは僕の訓練も終わりか。うん、終わりだよマフィー。これで本番もバッチリなはずだ。やった。訓練してくれて本当にありがとうコーチ。どういたしまして。増幅呪文、虚言薬、ピクシー妖精の実況、いろいろ試したけど君は全部クリアしたな。クイディッチの歴史を復習したことも忘れないでくれ。それは言うまでもないと思ったから言わなかったんだよ。そうか、それじゃクイディッチの歴史以外で僕はどの訓練で才能を輝かせてた。いや今回のだと思うよ。ピクシー妖精ちゃんと実況できてたし、ピクシー妖精の実況が一番良かったと思うよ。あんなにもピクシー妖精の動きを追える人なんて他にはいない。ありがとうコーチ。発声練習が功を奏したこともあるのかもな。訓練でいい結果を出せてよかったよマーフィー。あとは訓練で磨いた技術を本番で試すだけだな。3時間待ち。クイディッチの実況をする。クイディッチの親善試合がもうすぐだな。一緒に練習したことを見直したら準備は万端だよ。右上エネルギー回収したばっかりなのに悲しいけど、まあ3時間待ちです。さあ時間になったので続きをやっていきます。めっちゃ密集してる。間違ってタップしないようにしないといけない。マーフィーはいつも以上に熱が入ってるな。
ラスに睨まれてるような気がする。この景色何度見てもすごいよな。私もちょっと服を着替えてきましたよ。ゲームズコーチ、来てくれたのか。君がやっと実況室に戻れたんだ。来ないわけはないよ、マーフィー。それから僕のことはもうコーチって呼ぶ必要はないよ。君がそう言うならちょめ。君は僕にとってはずっとコーチだよ。実況室に戻れるまで指導してくれたんだから。だけど実際に訓練をこなして成長したのは君だよ、マーフィー。僕はただ君の助けになりそうなアイデアを出しただけだ。今日はその訓練の結果を出すことができるな。これはただの親善試合だけど、スウェーデン、ショート・スナイド種が登場したくらいにスタジアムの観客をびっくりさせてやるつもりだ。僕の実況はこの学校の長い歴史の中でも最高に大きくて明確で素早くて、みんなの心をわしづかみにするものになる。君の本領発揮を見られるなんて楽しみだな、マーフィー。やっぱり君にはこの実況室が似合うよ。しばらく落ち込んでたけど、ようやくそれを乗り越えて戻ってくることができた。今はどんな気分だ？そうだな。お、飛んでる。お、睨みつけられてるんだけど。そんなん、ラズ、なんだよ。やめてくれよ、それ。さっきまですごく気分が良かったよ。マーフィー、ラズに言われたことなんか忘れるんだ。もう思い出しちゃったよ。彼女を見返してやるって思ってたけど、訓練してもちっとも成長しないって思われたらどうしよう。それは君の考え方が間違ってるよ、マーフィー。間違ってる？僕は試合が始まる前からもう間違ってるのか？違うよ、マーフィー。ラスを見返すために訓練したんじゃないってことだよ。え、そうなのか？そうだよ。君は自分が優秀な実況者だって、どんなクイディッチの試合も実況できるだけの実力があるって胸を張って言えるように訓練したんだ。そんな風には考えてなかったな。だけどやっぱり他にもいろいろ訓練した方が良かったかもって思うと不安だよ。わかるよ、マーフィー。僕もあの訓練だけじゃ不十分だと思う。君も？うん、訓練だけじゃ不十分なものだよ。いろんな技を使って声を鍛えても、このスポーツを愛する心とか勘にはかなわないよ。その心と勘は僕が一番得意とするところだ。だけど僕にそれが備わってるなら、どうしてわざわざ訓練しなきゃいけなかったんだ？もうクイディッチ情報は完璧だし、歓声が響き渡るスタジアムや早口言葉や熱狂的な応援がないから。それじゃあせっかく心と勘があっても存分に発揮できないと思ったんだ。だから君のことはずっとコーチって呼ばせてもらいたいんだよ、コーチ。とにかくこれは君が大好きなスポーツのために尽くした努力だ。君の実力を見せてくれ、マクナリー。8時間星5個で合格、クイディッチの実況。なんかいいね、チョメと2人でこうやってやるってね。うお、びっくりした。この試合は親善試合の域を超えています。もう公式試合と言ってもいいくらいの迫力です。いきなり動いて、うお、びっくりした。この試合は親善試合の域を超えています。同じことしか言わないマーフィー。またラスになんか言われるぞ。そんな努力が実ったな、よかった。チョメをタップしていく感じか。あのピクシー妖精の訓練はすごく役に立ったな。あちこちでいろんなことが起こってる。だけどマーフィーは何一つ見逃してない。努力が実ったな、よかった。あのピクシー妖精の訓練はすごく役に立ったな。8時間なのにもう終わっちゃったんだけど。じゃあこんな感じで星5個ね、集めておきます。まさかあんな動きをするとは予想外です。プランプトンパス以上に。あ、ちゃんと他の言葉も話した。どうして？まさかあんな動きをする。いや、全く同じ。このチョメのセリフのやつでなんか変わる感じなのかな。勝利ね、こんな感じか。なんか分かりづらいこれ。で、こんな感じに。なんという完成度高いウロンスキーフェイントでしょうか。なんかこういうのが来るとは予想外だったな。はい、コインをゲットします。やりました。どこからともなく飛んできて、いきなりスニッチを掴んでいきました。こんなすごいクイディッチの親善試合は今まで見たことがありません。普段から口をついて言葉が出てくる僕ではなければ、圧倒されて実況どころではなかったでしょう。ちゃんと覚えた魔法を使ってるね。ラスが見てる。あ、なんか笑顔になった。かわいいね。すごく良かったよ、マーフィー。ありがとう、コーチ。自分でもノリノリに乗れてると思ったよ。あの親善試合、君の実況のおかげでクイディッチワールドカップくらい盛り上がったよ。君が指導してくれたおかげだな。そんなことないよ、マーフィー。全部君の努力と才能だ。権威をしてるな。だけど君がいなかったら僕はここまでできなかった。それは事実だよ。ラスのことを乗り越えられたのだって君がいてくれたからだ。というか君はコーチとしてすごく良かった。だからまた僕みたいな人がいたら指導するべきだって思うよ。どうかな、チョメ。いや、もちろんまたしますよ。うん、またやりたい。僕があまりにも熱狂的すぎてもう嫌だとか思わなかったんだな。
うん、思わなかったよマフィ。これは僕にとってもいい経験になったし、またコーチとして頼ってもらえたなって光栄だよ。それに今はレイブンクローチームを導かなきゃいけないから、こういう経験は今後の糧になるよ。君には本当に助けられたよチョメ。君がそばにいてずっと指導してくれてたからこその結果だ。 100% 心の言葉だよ。 100% が出た、初めてじゃない？クエスト完了、ゲームを盛り上げる、ゲット。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。